よしよしよし、練習効率を。オッケー、天宮行こう。自覚のある天宮で。何覚えたい？バント丸。うわ、ちゃんめ欲しい。天宮のちゃんめ欲しすぎる。うわー、でもバント丸も欲しい。ちゃんめかバント丸。社長の声に乗ってこれちゃんめ取れます。今なら取れる気がする。社長お願い、お願い社長。よーし、社長の音楽に変えてから上振れがすごい。チャンスに。すげえ。アベッチ、お前新入生だろ。何主張してんだ、ライバーでもねえのによ。うん、天宮が18歳になりました。おめでとう。あ、最後晴れた。プロ踏めないな。お、また天宮。山上さん、片目打ちついたら熱いな。そしたら三振なくなるし。やべ、音楽変えてからとんでもねえちゃんめついたの、つえ天宮。山上さんも打率上がってきてはいる。粘り打ち狙いで自分で、ね、自分の力で消しに行くのか三振を、それとも天宮をさらに強くするか。トール A にすればスタミナ削れるから、かく乱とかもしかしたらあるかもしれないし、天宮にしよう。うわ逆境もいい。うわー、どうしよう。うわ、ちょっと待ってプレイバック、プレイバック。うわ、とんでもないのが来た。盗塁プラにはまあないかな。逆境は威圧感。初球丸も悪くはない。威圧できなくない、天宮は。鏡社長なら取ってるよ。社長お願いします。20%。うわーうわー、社長あんたの運吸わせてもらうよ。社長っていうか天宮よくやった、マジで。天宮偉い偉すぎる。うおー社長の音楽偉すぎる。おい、これちょっとやべえ、甲子園で今日、ちょっと待って、本当に社長の音楽やばい、バフがやべえ。これ社長なでうわ、マジもうドッグフードいくらでも食っていいよ、天宮。もう一番高いドッグフード食わせてあげるから。嬉しい、マジで鳥肌立つわ。社長、追いつくために日々強くなっています、うちは。しかも 10% だよ、これ確か。最後の踏ん張りで天宮は威圧感を取った。厳しいかと思われたが、最後の踏ん張りで天宮は物にしたようだ。最高すぎる。うわー、もうすっごいわ。もう最強の子になったね。ちゃんめも威圧感もつけて。